4レース1打戦2着になりました群馬の佐々木選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。本日は前受けからになりましたけども、はい、組み立てとしてはどういう作戦だったでしょうか。そうですね、前受けはあんまり良くなかったんですけど、誰も出なかったんでしょうがなく前を取りました。一度下がり切ってから、はい、2角からですからね、長めの500で幕になりましたけども、はい、まあ、すごいスピードでしたけども、はい、ご自身の感覚的にはどうだったでしょうか。ちょっとあんまセッティングが良くなかったんで、この後しっかり振ってしっくりさせるように頑張りたいですね、はい、バンクの感覚っていうのはどうでしょうか。そうですね、そんな軽くもなく、なんか普通のバンクでした、はい。まあ、ここの宇都宮は、はい、7月に F1 で、その時はまあ先行で優勝されてますけども、はい、相性っていうのはやっぱりいいですかね。そうですね、今日も先行したいと思ったんで、まあ明日に向けてしっかり仕上げていきたいですね、はい。近況は積極的なレースが続いていると思いますけども、それが成績にも来ているかなと思うんですけども、はい、そのあたりというのは意識されている部分ではありますでしょうか。そうですね、フレームとかも変えて仕掛けどころが増えたので、それで体が動くところからいっている感じですね、はい。わかりました、はい。では、残り3走ですね、明日に向けて意気込みを最後にお願いいたします。そうですね、激戦だと思うんですけど、しっかり勝ち上がれるように頑張ります。あ、今